はい、日本共産党の高橋千鶴子です。この週末も岩手県の宮古市、山田町、釜石市、大槌町と歩いてきました。発災から一月近く経つのに、瓦礫の山はほとんど変わっておりません。今もなお消防隊や自衛隊による捜索活動が続き、その傍らでは家族の印が何かないかと探している被災者の姿も見られ、胸が締め付けられます。仮庁舎だったりしますが、ずっと寝泊まりをしながら陣頭指揮を取っていられる首長さんはじめ、不眠不休で奮闘されている職員関係者の皆さんには心から敬意を表したいと思います。避難生活が長くなればなるほど、被災者の心と体を痛めつけ、生活再建への意欲を奪うことになります。私は仮の住まいでも住まいであっても、まず一息つけること、普通の暮らしを取り戻してこれからのことを考えられる時間を作ってやることが一番今重要だと思っております。そこでまず先ほど少し議論がありましたけれども、文字通り気の身気のままで避難した被災者の手元にいち早く現金を渡すことが必要であります。義援金の早期配分、そして家族を亡くした方などに支払われる災害弔慰金の早期支給が望まれますが、取り組み状況を伺いたいと思います。大塚厚生労働副大臣。お答えを申し上げます。日本赤十字社等が募集をしております義援金については、通常であれば一つの被災都道府県に渡されまして配分が決定されることになりますが、今回の震災についてはご承知のとおり被害が甚大であることから、現時点でも被害の全容が判明していないこと、さらには被害が多数の都道府県にわたっていること等から、被災地都道府県間での配分の調整が必要でありますことから、現在、その配分委員会等の設置をめぐって、準備を進めておりますので、できるだけ早くその設置を終えることを私どもとしても後押しをしていきたいというふうに思っております。またもう一つご関心のございました災害弔慰金でございますが、災害弔慰金は一定規模以上の災害により死亡した方々のご遺族に対して支給されるものでありますが、市町村が条例で定めるところにより支給をするものであります。この支給については各市町村とも多数の行方不明者がいらっしゃる中で、支給の対象となるご遺族を探す必要があるということ、さらには市町村も災害を被害を受けておりますために支給事務まで今手がつけられないという状況を聞いております。さりながら厚生労働省として、あるいは政府として各市町村においてこの災害弔慰金の早期支給が行われるように地方自治体からの相談にしっかり応じてまいりまして、できるだけ早くその事務が行われるように努力をしてまいりたいというふうに思います。高橋君。まず講談の方ですけれども、現場の状況はよく分かっております。まず名乗り出ていただくこと、そして事務を本当に簡素化することによって、そもそも避難所に職員の皆さん、他県から の応援もたくさんいらしてくださっていますので、そこでね、まずできるところから支給をしていくということで、早めにお願いしたいと思います。で、前段の義援金の問題ですけれども、確かに被害が甚大であり広範囲であるということで、配分方法非常に頭を悩ましている、十分分かっております。そこでね、提案をしたいのは、被災者を助けたい、そして一日も早く届けたいという思い、その義援金を寄せてくれた人々の思いに応える上でも、まずはですね、全壊世帯などの条件をつけずに一律に一定額を全ての被災者に配分するべきではないか。で、その残りの分について少し時間をかけてね、支援の必要な人に配分していくというやり方だってあると思うんです。いかがでしょうか。大塚副大臣。ご提案として私も理解はできます。また現にそういう議論をですね、した経緯もございますが、残念ながらその大変その義援金の全額の中で、その一時的にまずお配りをする金額がどのくらいかということもですね、これも行方不明になっておられる方々の人数が確定していない中でですね、簡単には決められない部分もございますので、したがって先ほど申し上げました、
配分割合決定委員会でしっかり議論をさせていただく必要があると思っておりますので、その配分委員会の設置をできる限り早く進めさせていただくということに注力をさせていただきたいというふうに思っております。高橋君。まあ、報道によりますと1000億くらいのね現金ということが言われております。で本当にね、寄せてくれた人たちの思いっていうのは、テレビで連日震災の報道を見て、自分も何かしたいと、できることはないのかって思いでね、それを今一番先にできるということで寄せてくれてるんです。それが一日も早く手元に行くことが一番の支援なんですね。そういう意味であれこれではなく、難しいことは後からやるけれども、まずできることを一時配分やればいいじゃないですか。もう一言。大塚副大臣。ご趣旨に沿うように政府としては日本赤十字等関係者をしっかり後押ししてまいりたいというふうに思っております。高橋君。政府の強力なイニシアチブをお願いしたいと思います。また先ほど来お話があっている切実な願いの一つの応急仮設住宅でありますが、国土交通省が約6万2000戸建設するということでお話がありました。ただなかなか一気にとはいかないのが現実で、そのことが被災者にとって大変な重荷にもなっております。そこで一つ提案ですが、福島県の相馬市や岩手県住田町などでは地元の財を使ってですね、住宅を作りたいと言ってます。ただ逆にこの間国が温度を取って進めているがために、なんか仮設住宅としてお金が出ないんだろうかという、そういう問い合わせがあるわけですね。でこれは雇用対策にもなり、自前でできるんだったら大いに進めるべきなんですね。応急仮設住宅として自前でできる条件のあるところは認める、その際特別基準積極的に認めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。大塚副大臣。ご指摘の点でございますが、現在仮設住宅等の被災者向けの住宅供給の促進に関しましては、被災者生活支援特別対策本部の下で関係省庁が連携しまして、今日おいでになっております国土交通副大臣を座長といたしました、被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議が設置されているところでございます。そうした検討会議での検討も踏まえつつですね、被災地域の復興支援とか雇用創出の観点も踏まえまして、地域の工務店などの建設業者などによる応急仮設住宅の供給を促進する各県の取り組みを支援するという方針が示されております。そうした中で今先生ご指摘の地元の財を使う等々の工夫も当然検討されるべきものだというふうに思っておりますので、これは建築基準法と関係する法制がございますけれども、そういった中で合理的な特別基準というものは検討されるべきというふうに思っております。高橋君。ありがとうございます。また雇用促進住宅2年間延長して利用できることとされました。事実上の仮設住宅と同じ扱いになるかと思います。でそうなるとですね、仮設住宅には付帯設備というものがあるわけですけれども、雇用促進住宅は廃止決定の影響で水道ガス電気がないとか、電気の傘蛍光灯がない、こういう実態もあるわけです。でこれらについては管理者によって当然整備された上、供与されるということをまず確認をしたいと思います。それから先ほどですね、石田委員の質問に対して、家電セットですか、住宅に入っても家財道具が何もないという声に応えていくのだということが、日赤の協力の下で行われるという、寄贈されるという答弁がございました。大変歓迎をしたいと思います。ただ私はですね、災害救助法に基づく生活必需品という支援の視点からいきますと、これをもっと広げて認めるべきだと思うわけですね。で今回は津波ですので、家は残ったんだけれど家財道具一切合切水でやられてしまったという人もいるんです。でそういう人たちは逆に何にも支援がないということではまずいわけですので、同様の、生活必需品として認めていくことも検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。大塚副大臣。
ご指摘の災害救助法でございますが、災害救助法に基づく対応というのは法律に限定列挙している中で、生活必需品につきましては、日常生活に欠くことのできないもの、寝具、炊事用具等および食器等を現物支給し、当面の生活の安定を図るということになっております。その中で今先生ご指摘のように、今回の津波の被害、過去に我々も経験したことのないような大変な甚大な被害であり、被災者の皆さんもご苦労しておられる中で、例えば洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器等、こうしたものを今すぐに災害救助法の対象にしうるかというと、対象にならない面もございますので、日本赤十字社のご協力もありまして、先ほどご答弁があったのかもしれませんが、生活家電セットとして、繰り返しますが、洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポットが寄贈されるという対応になりましたので、政府といたしましても、災害救助法の適切な運用を図るとともに、赤十字社等としっかり協力して、被災者を全面的にご支援してまいりたいというふうに思っております。雇用促進住宅についても、3月11日の被災の翌日から、この雇用促進住宅を被災者の皆さんに提供するという決定をいたしまして、すでにご利用いただいております。そうした中で、現在の供給個数を若干参考のために申し上げさせていただきますと、利用可能な4万416戸のうち、4月3日現在でございますが、3915戸が災害対策本部等が確保した個数でございまして、すでに入居しておられる方が865戸であります。当然、この雇用促進住宅につきましては、即時に入居可能な住居に加えまして、過去に廃止決定によりまして、一定期間使用していないものについては、必要な修繕を実施しまして、水道、ガス、電気等を使用可能な状態で被災者の皆さんに提供をいたしております。合わせてガスコンロや照明器具についても、被災者から対応希望がある場合には、無償でご提供して、被災者の皆さんをお支えする方向で努力をさせていただいております。高橋君。そこでですね、今後、復興住宅の建設ということが必要になってくると思います。で、釜石市では先ほどのように雇用促進住宅の整備が、されてなかったために見回しを踏んでいましたけれども、逆に今ある雇用促進住宅が復興公営住宅として市町村を活用できればいいんではないかと、こう思ったんですね。で、一から建てるときの補助を勘案すれば、それを売却条件を、ね、無償譲渡に切り替えるとか、そういうことができるのではないかということで一つ伺いたい。で、逆にですね、陸前高田市などは市が買い取ったばっかりなんです。で、それを、今回被災しちゃってると、そういうことも逆に今度は返済免除ですとかね、便宜を図っていく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。池口国土交通副大臣。まず私の方からお答えをしたいと思います。雇用促進住宅を公営住宅として使えないかということでございますけれども、国土交通省としては、その住宅をなくされた方がたくさんおりますので、その人たちの、その恒久的な住宅ということで、公営住宅を供給するということは大事な視点であるというふうに思っております。その上で、復興公営住宅については、いろんな方法がありまして、地方公共団体が、自ら建設するというのもありますし、今あるいろいろな住宅を買い取りをするという方法もあるというふうに思っておりまして、その一つと有力なものとして、今の雇用促進住宅を復興公営住宅として買い取るということは、十分やるべきことだというふうに思っております。大塚副大臣。雇用促進住宅を復興公営住宅として活用するという大変素晴らしいご提案だと思いますので、しっかり検討させていただきたいと思いますが、現在の枠組みをまず簡単にご説明申し上げますと、雇用促進住宅の住宅の譲渡にあたりましては、従来は一般競争入札により売却するということになっておりましたけれども、地方公共団体への譲渡にあたりましては、公共団体の財政状況等にも配慮しまして、公的な住宅として10年間利用することを条件に、譲渡価格を最大
5割以内に減額して譲渡できることというふうになっております。また陸前高田市についても若干復元をしていただきましたけれども、陸前高田市に以前譲渡いたしました雇用促進住宅については現在その7年間のですね分納中でありますが、現時点では陸前高田市の行政がご承知のような状況でございますので、返済免除などのことについて、市から具体的なご相談は受けておりません。さりながら先ほどの前段で申し上げました雇用促進住宅のその譲渡の際の5割減額が5割でいいのかどうかということ、さらには個別的な事例といたしまして陸前高田市のこの分納等につきまして今後の復興計画の中で当然しっかりと特例的な対応を検討してまいりたいというふうに思っております。高橋君。すみません、大臣に最後に一言、今の生活再建支援金の100万円の早期支払いなども言われておりますので、この間の議論を踏まえて一言お願いしたいと思います。松本大臣。被災者に現金がないということはもう2週間ぐらい前から非常に大きな課題になっております。現金のことも含めて、また被災者生活再建支援法の中の当然100万円の議論もありますけれども、100万円ということでいけるのかということも含めて今しっかり議論して早急に対応をしてまいりたいというふうに思っております。終わります。ありがとうございました。はい。